はい、どうもキョペちゃんです、今回はね、俺のとっておきのレベル上げの方法を皆さんに教えたいと思います。ここはそよ風ヒルズなんですけど、この C の反応で、木のところにね、たまにこいつがいます。ボーボーですね、おなじみボーボーで、こいつがね、くっそ弱いのにめっちゃ経験値持ってるんです。なんとね、1回倒すと2万もらえちゃうんで、赤鬼1匹倒して経験値が7000なので、全然ね、こいつの方が効率いいです。まあ確かにね、見つかりはにくいんだけど、でも5分10分あればね、だいたい見つかるんで、まあ、5分10分で2万もらえたらかなり、効率のいい経験値稼ぎだと思います。ただこいつ逃げ足早いな、マジで。おし、 OK っていうことで、早速ね、こいつとバトっていきたいと思います。さあ、ということでバトルが終わりました。これでね、経験値が一気に2万もらえます。素晴らしい、一気にレベル上がったね。で、このやり方をさらにね、進化させて一気にね、次は10万経験値を狙っていきたいと思います。ではやっていきます。さあ、さすらい玉が飛んできた。来いよ、経験値2倍、来い。よっしゃ、オッケー。これで経験値、2倍になります。なかなか来ないな、超ラッキー。お、来た。よっしゃ、オッケー。これで
1697経験値、さらにそれのかける2なんで一気にね3400ぐらいの経験値が、さらに加算されます。さあということでバトルが終わりました。結構ね頑張ったんだけどな、どのくらいいってるだろう。さあ経験値、おお、やばい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 、109,364、やっばやばいだろこれ、10万超えたんだけど、めちゃめちゃレベル上がったしね。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。これがね最近僕がやってるレベル上げの方法です。はい、ということで、もしこの動画見て少しでも参考になったって方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。キョウペイちゃんでした。